コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ワンピースの、自分が持ってるね、フィギュアのランキングを紹介していきたいと思います。はい、早速ね、7位まであるんで、トップ7、まずね、その第7位から、発表していきたいと思います。第7位はこちらです。はい、こちらはね、グランジスタから、モンキー・ディ・ルビーですね。はい、こちらはね、動画で撮ってあります。はい、造形はねすごくいいと思います。はい、トップパーツがね、こちら2つついてまして、にっこりスマイルとね、あと頭身がね結構でかいんですよね。30センチぐらいあるのかな。うん、まあそういう面でもね、これはすごくいい出来だと思います。はいはい、続いてはね、第6位の発表といきたいと思います。第6位は、こちらです。はい、こちらですね、造形王の、ルフィ、ギアフォースバウンドマンですね。こちらはもうプライズにしてはめちゃくちゃ出来いいですね。はい、もうカラーリングもそうだし、もう何よりね、もう一つ一つの造形が細かい。うん、これはね本当よくできてるなと思うね。プライズにしてはもうめちゃくちゃいい。これね、まあカラー違いでね、2バージョン、出てますが、一応ね動画で、こちらも撮ってありますので、よろしければね振り返って、動画を再生してみていただければなと思います。まあね、見ての通り、2体、並べてね、違いを、見れるかと思います。はい、続いてはね、第5位の発表といきましょう。第5位は、こちらになります。はい、はい、こちらはね、POP から出てます。ソロのね、リメイクじゃないけれども、そういう、記念だったかな、そちらのバージョンのゾロですね。はい、まあ初期の頃の、ゾロということで、まだね、服装がね、昔の服装のやつなんですけれども、造形がまずねすごいマジでいいです。刀の造形もいいし、もうあとねシャドウとかもちゃんと吹かれてますし、何よりねもうすごい、艶消しも吹かれててね、とにかくすごくいいんですよ。はい、まあ、自分ゾロ好きっていうのもあるんですけれどもね、はい、そういうところもちょっとね加味しちゃってますが、とにかくね本当これはお気に入りですね。はい、はい、続いて、第4位の発表です。第4位はこちらです。はい、第4位はね、こちらの、デスクトップリアルマッコイでしたっけね。はい、こちらの、マスターマインドジャパン、こちらでね、限定で販売されました、フィギュアになりますけれども、ご覧の通りね、ドクロマークが、至る所についてるんですけれども、めちゃくちゃかっこいいこれ。うん、造形も半端ないしね、とにかくねマスターマインドっていうね、ブランドがね、ドクロのマークが、ロゴなんですよね。だから、マッチングがすごいいいんですよね。うん、違和感なくドクロが溶け込んでるっていうのかな。いやー、これはね、もうめちゃくちゃかっこいいし、造形力もすごい。いや、これはね、ほんと素晴らしいと思ったね。うん。
白黒もね違和感なく、すごいかっこよく、生えてるんじゃないでしょうか。もうロビンとかのね、もう作りもいいね、くびれちゃったりね、うん、チョッパーもめっちゃ可愛いしね。はい、ということで、こちらが第4位にランクインさせていただきました。はい、いよいよね、トップ3の発表です。まずね、トップ3第3位は、こちらのフィギュアになります。はい、やはり来ましたね、POP、マキシマムシリーズですね。こちらから、モンキー・ディ・ルフィギアフォースバウンドマンです。いやー、これはねほんとすっごい迫力、うん、めちゃくちゃでけえ、いやこれはねほんとすごいね。大きさもさながらやっぱ造形力もすごいし塗装も完璧、うん、で重いしね。いやーこれはねちょっと手に取った人本当にしかわからないかもしれない、そんぐらいの迫力があるフィギュアですね、うん、エフェクトの煙もついてるしね。いやあのプライズ品とね、ポージングは似てるんですけれどもね、うん、いやこれはね、まあ、大きい分迫力はすごいですね、いやこれはね今ね、まあ、ちょっとプレ値がついちゃってますけれどもね、うん、まあ、でもどうなんだろうね、これが先、再販されるかどうかは分かりませんけれどもね、見てた通り麦わら帽子のね爪の跡がくっきりとね、再現されてますし細かいです、とにかく作りが。はい、ということでね、こちらが第3位ということでね、ランクインさせていただきました。はい、いよいよね、第2位の発表、残り2体ですけれども、第2位は、こちらになります。第2位は来ましたね。いや立て続けに、POP のマキシマムシリーズ、いやこれはすごい、とにかくすごいの一言。いや白ひげのこの存在感、でかさ、うん、で造形力めちゃくちゃすごいですね、これはね。とにかくもうね、細部まですっごい作り込まれてる。ああもう、でかい、とにかくでかい。いや、マントもね、すっごいよくね、造形されてますね。うん、いや、何よりね、これすっごいのがね、まあ、白ひげってもう、年齢が年齢でね、おじいちゃんなんでね、色が白いんですよね、やっぱりね。そこもすごい再現されてるしね、とにかく血管の浮き具合とかも超リアル、うん、いやこれはねほんと白ひげの決定版といっても過言ではない、うん、いやこれはねすごい、ほんとすごいの一言に尽きる。これは、まあ皆さんもね、まだ若干ねプレーね、まあ、そこまでついてないのでね、ぜひね手に取って、見ていただければなと思います。はい、ついに来ました、いやフィギュアトップ1第1位の発表となります。第1位は何のフィギュアなんでしょうか。こちらになります。来ました。やっぱね、自分ゾロ好きっていうのもあるんですけれども、こちらもねちょっと海外製品になってしまうんですが、こちらのねゾロ、ウルトラガリ、はい、こちらを再現したこのドデカフィギュア、これは本当にやばい。ゾウケルグ見てください、このトラの顔、本物に近いぐらい、もう下の血管のね再現度もすごいしね、造形力マジどうなってんのっていうぐらいの出来ですよ、うん、めちゃくちゃでかいしめちゃくちゃ重い、はい、いやこれはねほんとどうもこれはねほんと申し訳ないぐらいとにかくよくできてる。めちゃくちゃねゾロもかっこいい、虎
塗装もねすごい、やっぱねもうシャドウとかね陰影が素晴らしいし、もう造形力、筋肉のね作りとかもすっごいよくできてるし、刀がね、なんか重いんですよね。ステンレスかなんかで作られてるのかもしれないけど、うん、とにかく重い、うん、いやこれはねちょっとねお値段高めだけれども、自分はねこれほんと買ってよかったなって思いますね。これはね、ちょっとまあ反則級なんですけれどもね、うん、もう群を抜いてますねこればっかりは。はい、いやこれはねほんと素晴らしい、うん、まあちょっとね、うん、まあ賛否両論あるかもしれないけどね、まあ、海外製品を除けばね、まあ、白ひげが1位ということになりますね。はい、まあここら辺をどう考えるかはね、まあ視聴者様の、ご判断にお任せしたいと思います。はい、まあ何やともあれね、自分はまあとにかくゾロ好きなんでね、そればかりは、ちょっとねしょうがないんですよね。まあ何をしかによりますよね、うん、ランキングも。だからね自分的には、うん、ちょっとこういう結果になりましたが、まあね皆さんもお持ちのフィギュア、まあ、もしね、まあお暇でしたらね自分でランキングつけてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、このランキングは、以上となります。はい、まあね長々と、今回もね、最後まで見ていただき、誠に感謝いたします。いやー前回ねドラゴンボールで、ランキング発表させていただきましたが、やっぱりなんだかんだね、海外製品、やっぱすごい出来だなと思いますね。まあ結構ね批判とかもあるかもしれませんけれども、ぜひね手に取る機会がありましたらね、皆さんもねぜひその手でね持って、間近で見ていただいて、ご判断されたら、いいかなと思います。はい、まあねこれも前回同様ね、常に、順位は変動します。なのでね、次回のランキングもどうなるかは分かりません。これから続々とね、日本製品もね出てきますんでね、まあ、今一番期待しているのは、POP マキシマムの、ゾロ、3000世界バージョン、はい、あ、じゃああれはねほんと今すぐ見ても欲しい。はい、あれは絶対もう確実にもうトップ3以内にランキング入ると思うんでね。はい、てな感じでね、常に、フィギュアが手に入り次第ねランキングもどんどん変動していきますんでね、そこら辺は、まあ、皆さんもね同様かと思います。まあ今回はね、このぐらいで終わりたいと思います。ぜひねこの機会に、チャンネル登録またはいいねボタン、あとねコメント欄いただければなと思います。このランキングもね、ワンピースのランキングを、してくださいという意見もあったのでやらせていただきました。別のフィギュアもね、ランキング、してくれっていう意見がありましたら、やっていきたいと思います。と言ってもね、あとはまあナルトとか、ガンダム、そこら辺かなっていう感じですね。はい、まあ、ぜひね、意見ください。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。